吉見町は今日使用済みのペットボトルを再利用するなど、環境保全に向けた取り組みを進めるため、飲料メーカーと連携協定を結びました。協定の締結式には、吉見町の宮崎義雄町長とコカコーラボトラーズジャパンの奥西秀夫、埼玉工場長,長らが出席しました。し協定には。 町内の各地区の集積所に集められた使用済みのペットボトルを回収してリサイクル処理し、新たなペットボトルに生まれ変わらせるボトルトゥーボトル事業を共同で取り組んでいくことなどが盛り込まれています。宮崎町長は、町づくりを進める上で強力なパートナーを得ることができた。コカ・コーラとともに町の発展に尽力したいと挨拶しました。これを受けて、 奥西埼玉工場長は吉見町とは50年の歴史を歩んできたこれからも地域の活性化など多岐にわたる関係を築いていきたいと抱負を述べました吉見町によりますと自治体と飲料メーカーがボトルトーボトル事業に共同で取り組むのは県内で初めてということです。また、協定では地震などの災害発生時に 無償で飲料を提供する自動販売機を町内に設置するなどの取り組みも進められます。